座間市の人口がこれまで増加してきた背景には、高度経済成長とともに、市の東部の一部で工業が盛んになり、急激な都市化が進んできたことが挙げられます。現在においても、市内の産業構造では製造業が多く、ものづくりの技術とノウハウを持つ中小企業が集積していますが、その数がやはり減ってきています。これまで座間市の発展を支えてきた産業基盤が社会経済情勢と座間市の人口減少に飲み込まれ、ものづくりの伝統を失ってしまうようなことがあってはならないというふうに考えています。そのためには、新たに企業誘致をすることにより、地域経済の発展と技術革新をさらに推進していく必要があると考えています。企業誘致は、行政経営においては非常に重要な地域戦略の一つであり、持続可能な地域社会の実現に向けて、市民生活や周辺環境とのバランスや調和を意識しながら、積極的に取り組む必要があると考えています。企業誘致によっては、地域経済の活性化が期待できるほか、新たなビジネスが生まれることで市内の雇用が創出され、市民の所得向上につながります。この他にも法人税や固定資産税などの税収増加による一般財源の確保、プロモーション効果による地域ブランド力の向上、新たな技術ノウハウは市民が身につけることによって、技術革新や人材育成、企業の社会貢献活動と地域コミュニティが連携することにより、地域の絆が生まれるなど、企業誘致の成功は地域の発展に直結するため、働きやすい環境づくりに取り組むなど、企業が定着しやすい魅力的な地域を目指していきたいと思います。具体的な企業誘致としては、ものづくり企業、そして半導体企業の誘致を推進してまいりたいと思います。ものづくり企業と半導体企業を誘致することは、地域の経済成長や技術革新、人材育成など持続可能な未来を築く上で重要な政策というふうに私は捉えております。